はい、ということで今回はなんと玉さすり隊で真の真の真の玉さん、なんで考えてないのそれ毎回やる行くよ言うとんのに。え、これ何を決める？編集力を問えばいいの？これエンタメ力なんだろこれ。玉さんのためになる編集してこいっていう手でいいんじゃないですか。はい、わかりました。まあね、玉さすり隊であれば、はいはい、うん、いいよ、どうせカットされると思っとるやろ。うまいことつなげてすげえスラスラいっとる感のある編集してくれると思ったり目だろ。それ手ぐらい編集って偉大なんすね。そういうことで編集って偉大だよねということで今日はですね、玉さすり隊編集王選手権ということでね、今日はまあ普段ね GT の動画はちっちっちでげくんがね最近ね編集してくれてるんですけども、まあそんな編集にねケチをつけるメロンブドウくんとか佐々木くんがねこのクランにはいます。じゃあね編集をしてみろと。そしてねこの玉さすり隊にいるからにはね、まあ少しはね、まあちょっと少しはね玉尾のチャンネルをね長くは見てきてるじゃないですか。さすがにもうねどんな動画を作ればいいかっていうのはわかるでしょということでね、はいはいはい、今日はですね誰が一番ね玉尾さんのチャンネルのことをちゃんと見ているか編集をねしていただきました。で今回は俺とチチチレギはもうね昔から編集してるんで、まあ、そこを見てもねしょうがないので、今回はねメロンブドウと佐々木くんに同じ動画を、サシの勝負だね。そうだね、サシの勝負でどちらが玉さすり隊にふさわしいか、どちらが玉尾チャンネルにふさわしいか見ていきたいと思います。これは編集させてもらってる側から言うと、これが上手ってことは玉さすり隊メンバーとして周りをよく見てるっていう証拠になります、ね、これちゃんとできないやつは正直玉さすり隊のこと何も思ってない。玉尾さんの有名なのに惹かれてきたただののらりくらりののっかりゴミ野郎でしょ。なるほどね、そらそうや。え、ちなみに判断基準もすんなチレゲと玉尾さんでかったけど、リスナーにいいねと思ってもらわなきゃいけないと思うんですよ。だからそうだよ、ね、玉尾さん1票、俺1票、うん、リスナー1票で合計3票でやったら、ね、うまいこといいんじゃない。確かに、うん、採点基準っていうのは何かありますか。あー、なんだろうな。例えば編集で大事なのって、まあ、どこを強調するかとか、このくだりをどう分かりやすく見せるか、面白く見せるかっていうね、カットのやり方とかね、そういう細かいとこ見出したらやばいから、まあ動画一本として面白くなってれば俺正直いいかな今回は。何分ぐらいの動画作ればいいんですか。まあ、3分くらい、まあ、3分ぐらいかな。別に長くなってもいいけど、うん、3分くらいですよね。まあ、10分作らせたら大変だから、まあそんな感じで審査はねちょっとやってみないと分かんないね。どういう感じで点数つけれるか分かんないから、ね、単純に玉尾さんのチャンネルで上がるっていうのを前提でやってみよう、うんうん、はい、そうだね。好評はそれにのっとって考えればいいんじゃないですかね、うん、っていう感じで、じゃあね2人やってきてください。はい、大丈夫かこいつということで、はい、じゃあ数日経ちましたね。はいはいはい、どうですか、うん、2人はやってきましたか。ちゃんとやってきました。余裕ですよ。余裕ですか。怖いな、余裕ね、怖いな。いや、どんな感じかちょっとね見ていきましょう。とりあえずちょっと画面共有を、じゃあまずは佐々木のやつから見ていこうかな。タモさん、メロンさんから見た方がいいと思う。メロン、サムネイルはね俺この GTA 復活 GTA のサムネだね。じゃあ行くぞこれ何これ誰これ、誰これ、ドローン飛ばして捕まってそうな顔してる。いや、ドローン少年じゃねえよ。よし、行くぞ。マジで雰囲気悪い。とりあえず一回さ、あの4人で並ぼう。ちょ、サムネ撮影しよう。佐々木さん、あ、サムネ撮影。サムネ撮影。雑魚。サムネ撮影させてくれ。サムネ撮影のさあ終わったら、ちょっと俺が持ってきた船で。わあ、計画を。お、え、あ、ちょ待って、なになになに、ちょっとめっちゃいいとこで止まっちゃった俺。今ちゃんとエコーかけてたからさ、びっくりした俺。いや、そうっすよ、いいとこで止めちゃった。俺許可得てんのこれ、やばくない、許可得てない。ちょっと前から流せよ。じゃあちょっと見一回俺が持ってきた船で。何これ美人。わあ、計画を立てようよ。誰です、一回死んだ方がいい。俺を盾にすんの。おい、ちょっとじゃあみんなこの道路に4人で並ぼう。うわ、食ったってメロンさん、マジで。あ、いい感じ、いい感じ。ちょっと俺の前に来ないで、ちょっと一回撃たれてんだって誰か。だからメロンさんが俺を殴ってくるからでしょ。何やってんの。いやいや、これ佐々木の顔どうなってんのそれ殺して
これ俺らが殺したら俺らが作んだよ。いや、あの俺こっちの向きで並んでよ、この道路道路に垂直で独特なセンスや真面目に作ったな。垂直に向けってこと。俺と同じ向き同じ方向向いて、もうちょっと詰めて。おいちょっとあちゃんと並べや。押されてんの。並べや。最後にもう何がしたい佐々木さん。違う、おめえ、おめえがちょっと殴んなってもう間違えた。もうちょっとサムネが全然取れ。待て本当にちょっと一回あれ並べてる。これただいまってタイトルにしよう。ただいま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 ってタイトル。ちょっとあのさ、なんでずっとあのさガソリンのジョロロっていうあの擬音をずっと字幕化してんの。チリがずっとやってみようっていうね。いやマジ独特やな、拾うところが。英語は言うてやからな。ねえ佐々木さ、はい、メロブドウの隣に来てくれ。ほんとにずっと拾うよ、ね、ちゃんと来て、ちゃんともう少し、もう少し詰めてくる。こいつマジで、こいつマジで、おーい、マジでなんなん CPU も。タモさん嫌われすぎなの。あ、おいおい動くな、チレゲ。待って待って待って、寄ってんのよ、頑張って。はい、よろろろろ。よし、おいおい。俺編集者の疲れが見える。影をし、影見て、反対側向けて。反対側向けて影もいい感じよ。動かす元気あったのか。反対側向いて、反対側向いて、みんなこっちの方が映りいいわ。もうあちょっとチレゲ一回ガソリンやめて。ガチガチの注意やってください。よっしゃいいぞ。はい、ということで今回はタマス自体の GTA 実況復活。はい、ということでよ、マジで懐かしい。また GTA 実況やってくからよ、みんな見てくれ、本当に復活だ。よし、やっていくぞ。よっしゃ。 PS3 の小学生。あちゃ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 あ。あおお、終わり。なるほど、ちゃんと作ってるじゃん。ガチで編集初心者みたいな感じで。いやーなるほどな。今のメロンブドウの字幕とジョロロロ字幕の色一緒でした。マイナス。お前黙ってるよ。おめえまだ出してねえんだから。どの口が言ってんだお前。うるせえよ、喋んなボケ。だってこの動画玉尾さんと俺が票を入れるもんなんで、お前が死ぬことねえバカ。言われたい方だよな佐々木。受けたいからって何でもかんでも言うな。メロンブドウにしてはなかなかいいんじゃないですか。よし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 、うん、はい、じゃあ次まあ見なさいよ。対決ってタイトルなんだけど来ますか。じゃあここくっつけるやもう前回までの玉筋入ってる。ダイエット企画終わった記念で銀の皿で。いやちょっとちょっと待って。おい浸水した。おいおわぁ、うん、マジでもう見たくねえんだってこの動画は自分で。何はね。ちょっときちいわこれ。リビングとかの部屋紹介も今度しようかな。いやきっつい、これマジで消してこの動画。だからちょっとサーモン食べます。え、おぉ、あお、ええちょっと待って、え絶対こんなやと思ったよ。こんなやと思ったわ。なんだこれ、なんだこれ、なんでさ。いやいや、これ絶対おたえに撮ってもらってんじゃん。意味わかんねえよ。全然さくらんぼじゃねえじゃねえかよ。ちょ、ね、手じゃねえかよお前。原始人かよお前。おって言われたからなこれ。
島津だ誰島津さんね YouTuber いるんですよそういう。説明してこんなん最低やんし玉尾さんにこれ説明させるのえモンスター情報意味がわからんいろんなやつを出汁に使ってんなもうフライパンに油とあこのフライパンねイカールですねちょっとポイント高いと思ういやフライパンダメですよおひき肉をあれやかないなんか言葉のチョイスがなんか雑魚しっぽいんだよな。須田まさきなんだね。そう。ここはストーリー一貫してんだ。これ何の食べ物これ？え？なんて言ってたっけ最初。なんだろうな。それすら忘れたわ。そしてえ？何これ？えチャーハン？あ須田まえかつお節？うちと同じやわこれ。ええー。便利よねこのパックね。いや楽だよこれ。あこの鰹節ねうちもだわ。小分けになってね。うん、えでもなんで鰹節入れるんだねチャーハン。うん。え？なんでスターウォーズな感じなんだよ。はいはい出た。情緒不安定編集ね。はいはい、情緒不安定編集出しました。そういうでよ完成させた。え？はいやいやいやもう意味わかんねえじゃん絶対こんなんやろ絶対こんなんやろ何これなんであれあれ怖いやん何これ何これなんか忘れたわいや俺ちゃんとエンディングまで入れたからねまくってるだけやこんなんこんなんどっか引っ張ってるだけやん俺の勝ちだろこんな審査できるか一個情報付け加えさせてください、うん、俺これがある数日前にジャクソンから電話来て、うん、マジで動画の心配だから一回お前見てくんね、うん、って電話来まして、うん、私見まして、うん、実はいくつか修正入れてるんですよ嘘、うん俺は今日のジャクソンの態度に非常に腹が立ってるうるさいよそれを言わずにこの企画は終了させるつもりでしたけども言っときますマイナスになるじゃんまずお寿司の動画を最初に挿入したのは僕の意見ですいやーしょっぱなやんであとスターウォーズのとこあったじゃないですかあれ続きがあって実はえそしてジャクソンをやめて運動するときは力強く思い切り力を入れてはいけないんだそういうこと言って書いてあって俺それ見せられた時にここめっちゃ滑ってますって言ったら速攻で消してあれになってるんですよ、うん、そういうあの背景があることをもとに投票お願いいたします以上です負けんじゃねえかよ面白いのがさ左下に10回視聴ってあるんじゃ何回も自分で見直してんだよよしバスゲーム先に決めようぜこれが一番楽しいんだからさジャクソン解明にするジャクソンが負けたら解明二度と瀬戸内ジャクソンって名前使えないにするいいよいいよなるほどメロンさんは何がいいだろうなお前新たばっメロンお母さんと二人でデート動画撮るお母さんに何も言わず手料理作っておくあーいいじゃんいいじゃんでリアクションあーまだまだじゃんデート絶対せんからえじゃあそれにしよう手元だけでいいからさお母さんちゃんとリアクションまで取ってお母さんもてなしてあげてくださいはいということで結果が出ましたはいどうしましょう、まあうん、順番視聴者出して俺玉尾さんかなこれは勝ったやろ負ける気しねえもんじゃあまずはじゃあチレゲ君から発表お願いしますあ俺が最初視聴者最後ですか、うん、あまあそっか視聴者最初にした方がいいかよし行きますよいい視聴者の答えはこちらですドン投票の結果メロンブドウの編集が素晴らしい 19.9% 佐々木の編集が素晴らしい 27.3% ということお前ら病気じゃん佐々木の勝利いやちょっとちょっと作戦勝ちなところはあるかもねいやいやいや見てないやろ文章こいつら1400票も入ってるからね結構入ってるでもそうなるよ
絶対俺勝つもんだけどな。リスナーを信じちゃダメなんだ。そうだよ、まあ、いや俺玉尾さんのリスナー一番ちゃんいいと思う。めちゃくちゃくちゃこびえるな。陰口め一番言ってるのお前だけど、ろくでもないリスナー多いけども、そんなよりいいリスナーがやっぱ多い。そうなんすかね。そうなんすね、うん、どうなんでしょうか。佐々木は一応不正はしてますからね。それあげても勝ったっていうね。まあとりあえずじゃあ次はちれげくんの結果発表をお願いします。あ、メロンブドウです。よっしゃー、メロンブドウ勝利。早いな。待て待て待て。いやまあまあでも理由話すと、俺普通にメロンさんの字幕って磨いたらおもろいなって思った、うん、情緒不安定な雰囲気がね普通になんか字幕に現れてたから、うん、普通にちゃんと練習したら全然玉尾さんのチャンネルに上がってそうやな。おー、嬉しいな、はい、めちゃめちゃ嬉しいな。あとね BGM のチョイスも通常時の BGM のチョイスが結構良かった、うん、あの意味のわからない BGM、はいはい、あれめっちゃ俺好きだよ。意味わかんなさ俺だろ。全然全然良かった。ジャクソンはまず不正してるから気持ち悪いで気持ち悪いし、みんな知らないだけで俺が修正を入れる前めちゃくちゃ滑ってるシーン何個もあったからきつっていうのがあったんで、いやそれは見たかったな。なんでそれを言うんだよお前は。一緒に考えてくれたじゃねえかよ。あとね本当にこの動画は玉尾さんの動画でこいつ上げれると思ってないからあせこいなと思いました。そういう意味でリスナー票は取りに来てんなと思ったから、なるほどね、それ作戦なんやろなと思ったけど、はいはい、まあとりあえずやっぱこの人は性格悪いなっていう。出たよ、ね、バルモンに仕立て上げやがって。それが理由です。メロンさんおめでとうございます。ありがとうございます。そして最後私ですね。1対1ね今ね。この私の最後の票で結果が変わります。まあ、正味ね、玉尾さんにいいか悪いか思われるかが一番大事だからね。玉尾さんの動画に上がるっていう、はい、まあもう決まっておりますよ。安心してください。頼む、俺買ってくれ。それでは今回の玉さすり隊編集コンテスト優勝は、もうエッグ絶対これだ。後のバスケットに行ったんよこれ。バスケットに行ったんよこれ。マジでね、流れが予想通りすぎる。絶対今心の中で天秤かけて絶対罰ゲームおるようにとってん。もうエッグしゃあのね、もうね主導権をね玉尾さんに譲らせた時点でもう決まってて、これ前振りした時点であ俺勝ったなと思った。まあ、修正を加えたにしろ、その発想というか変化球がある感じがね、とても奇抜でトマサスリ隊に新しい風を吹かせてくれるんじゃないか。そう感じましたね。脱線しすぎやろ。俺はもうそれを狙ってた。別にあれトマサスリ隊の風じゃないし。別料理動画で攻めようよみんなで。編成風やんのもう。まあ、あれ磨いたら自分のチャンネルで面白くなるんじゃないかなって思う、ね。いやもう自分チャンネルやんじゃもうあれは。じゃあ相手のこと信じろよ。玉さすり隊でね、今後の玉さすり隊の佐々木がどういう立ち回りをしてくれるか、そういうこともね加味して私はね今回佐々木さんということで、まあ、メロンブドウくんにはちょっと罰ゲームでお母さんに美味しいご飯を作ってもらって、それを動画にしてメロンブドウくんのチャンネルで上がると。なるほど、ちょっと楽しみにしてるので。これこそ超新しい風が吹いてるよマジで。お前、おかんに飯出して、それ動画撮るって当たりすぎでしょ。いやでも、今回編集力、まあつけたわけじゃん、ね、で、普通に自分の動画作れるから良くない。まあそうですね、うまくまとめられた。いやでも、メロンブドウに関してはすごかった。ちゃんと字幕の揺れ、はい、で、エコーを字幕入れるところもまあまあ分かってたから。そうそう、大丈夫、正当な評価者だったら勝ってたから。はい、たまが褒めちゃダメだよもう。俺がどんどんダメなんで。ちゃんとやらせてもらいましたよ、ちょっとメロンブドウ君には今後頑張ってほしいかなと。いやでもね、教育上悪い動画ができたわ。不正しても勝てばいいっていうそのような現実を。まあ玉さすりたいっぽいオチになったんじゃないかなと思うんですけどね、私は。ポイってなったら新しい風が吹いてないってことなんだよね。いやそうですよね。まあまあまあ、皆さんぜひね、メロンブドウ君のチャンネルをお楽しみにということで。はい、普通に楽しみだな。もう普通にちょっと楽しみだよね。え、何作ろうかな。山田ハウス見てんならよだれ入れるよな、自分も絶対。いや、ほんまに。あ、どつかれるかな、ほんまに。京都らしさとかも出したら面白いかな。なんでこの人偉そうなの。いやいやいや、私審査員ですから、今回。ああ、そっか、そうですね。審査員長から。メーカー全部決めたんじゃねえか、最後。また、こ
こういう企画してほしいとかね、皆さんぜひありましたらコメント欄に書いていただいて、これからもね、玉さすり隊をよろしくお願いします。あとね、メンバーのチャンネル概要欄に貼ってあるので、ぜひ皆さんね登録してくれたら嬉しいです。なんかありますか？じゃあ佐々木さん、最後優勝者の一言お願いします。確かにやっぱね、動画作りっていうのはやっぱ気持ちが大事だから、そこちゃんと見習ってほしいです。メロムド君にはてめえがやな気持ち悪いえーうるさいおい、Yeah.